こんにちは、さくえです。さあ今回はプロジェクト世界からフルステージやっていきたいと思います。俺珍しくね、めっちゃ普通に始まったと思うんだけど、これには理由があって、こちらのカラフルステージからプロセカって言えよ、カラフルステージで略すと非常に、なんかチュケラピスギャルカラメティーに。とりあえずなんでね、ここでベラベラ喋ってるかっていうと、ただこれね、お知らせ見る動画です。はい、お知らせ見る動画なんで、ちょっとね、短くなるかもしんないんですけど、ご了承ください。はい、でですね、皆さんもう分かってると思うんですけど、次のイベントがですね、エナナンの可能性が非常に高いというところで、めちゃめちゃ俺今緊張しております。本当にめちゃめちゃ緊張してて、初恋ぐらいね、初恋のぐらいね、めちゃめちゃ緊張してます、本当に。それはちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、とりあえずね、このね、タイトル画面を押した瞬間、おそらくね、エナなんか、また違うね、このイベントが来るんじゃないか、まあ、多分エナなんのイベントが来ると思うんだけど、いや、マジでね、今ね、どんなイラストかっていうのをちょっとね、ワクワクしながら見ていきたいと思います。マジで押すよ。ちょっと早口でごめんね、なかなか聞き取れないかもしれないけど、ちょっと今めちゃめちゃテンション上がってるから、いきます。はい、いやね、お知らせパッて出てくんね、これ。だからいつ来るか分かんない。え、来る来るよ。15時更新だから。待って、やばい、ちょっと待って、来た、待って、やばい、ちょっと待って。予告、イベント空白のキャンバスに描く私は昨夜。いや、そんなしょうもないこと言わなくていいんだよ。やった、来たよ、見てみんな、エナナイベ来ました。いや、マジでやばいわこれ。素の反応出ちゃったかもしんない。電車の中で動画撮らなくてよかった。一人はっはっとか言ってたらマジで音楽部が朝練する時みたいになるから。はい、とりあえずね、心落ち着かせ方やっていきたいと思います。口は落ち着いてないんですけど、まず見ていきたいと思います。もうね、バナーにエナナンがいるってことはもう確実に、メインイベントなんですよ。ちょっと見ていっていい？イベント内容は、一人でライブ、みんなでライブ、チャレンジライブのプレゼント、プレゼントの AP ポイントとバッジがゲットできますというところで、チャレンジライブ系のやつなんですね。ありがとうございます。もう何でも嬉しいですけど。で、明日開催ということで、イベントポイント獲得すると、イベントの開放、なるほどね。で、クールタイプか。なるほど。クールタイプが、クール。で、キャラクターボイスが、奏で真冬エナって書いてありますね。あ、ミクもリンちゃんもって感じですね。来ました。星4がですね、なんと、これ25イベでいいのかな、今回は。ちょっと待ってね、25イベだよねこれ。わかんない、ちょっと待って、どうやって判断すんのどうやって判断するかわかんないんだけど、ですね、とりあえず、苦しさも姉さんも白の名な、なんでここ読めないので、まあさっきのキャラクター使うと、まあボーナスが発生しますよって感じですね。まあいつも通りな感じかな。アフターライブか、絶対行く、もう絶対行くわ、もう命かけれるも行くわ。